吉田です。あいかです。じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。ワン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 コだ。はいはい、今日はこの動画で、はい、彼のことが好きなのに結婚に踏み切れない、漠然とした結婚への不安の原因はこれということについてお話をしたい。いやー来ましたね、ついに。なんか結構もう本質的なところに来たんじゃないですか。そうですね。なんか今まではどっちかっていうと嫌を伝えようとか表面的なことを言ってきましたが、だん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 確信に迫ってまいりました。2022でございます。はいはい、はい、じゃあズバリ、結論から言うと、はい、まあ、漠然とした結婚への不安っていうのは何が原因なんですか。うん、親です。親。お、親。そうですね。親親、はい、まあ自分のご両親のパートナーシップがどういう状態かにあるかによって僕たちのパートナーシップっていうのが決まってきます。これどういうことかというと、やっぱり僕たちが見て育つこの大人というものが親なんですよね。で、僕たちはその人間関係だったりとか仕事のあり方だったりお金のあり方だったりっていうのを全て親から学びます。はい、はい、でその今回の動画ではポイント2つに分けてお伝えをしたいんですけど、はい、まず1つ目は、はい、自分の常識は親の常識です。はい、はい、どういうことですか。僕たちは、もう例外なく誰でもそうなんですが、親を見て育ってますよね。それが育ての親ですね。僕たちはその仕事関係だったり人間関係だったりお金の関係だったり、まあ、あらゆるパートナーシップを全部親から受け継いでるんですね。なので親の常識がそのまま僕たちにインストールされてる状態が、僕たちの常識なんですね。で、です、はい、要は自分がさ、はい、当たり前のようにやってることって、はい、実は親がやってるから当たり前のように感じてやってるっていう可能性はめっちゃ高いです。めっちゃ高いです。でよくさ、ほら大人になるとさ、お母さん似てきたねとかって言われるじゃん。あって容姿とかではなくて考え方や価値観だってが似てる場合があるんですよね。うん、はい、じゃあまずこれが一つ目で、はい、二つ目のポイントは、はい、親と私は全く関係ないということですね。さっきも言ったように親の常識というのが自分の常識になっている場合があります。で、なのでここで大事なっていうのは、私と親は全く関係ないっていうふうに、考えることがすごく大事です。大きなテーマでいくと、彼のことは大好きなんだけど、彼は何も問題がないんだけど、結婚というものに対してなんかモヤモヤするとかっていうテーマがあって、まあこれ実際質問がたくさん来るんですけど、でこれの原因っていうのが親だったりするんですよね。でこれ例えばどういうことかというと、こうお母さんがこうお父さんの前ではいい顔をするんだけど、裏では私の前ではお父さんの愚痴を言ったりとかして、なんか結婚ってな、結局ここで我慢して、はいはいはい、愚痴を言わなきゃやっていけないのとかっていう風に思ってしまうパターンが多いんです。実際そういう方もいたんですよね。なのでそうやって親を見て、あ、結婚ってなんか楽しいもんなんだなとか、うんうん、パートナーシップは対等でお互いこうワッキャワッキャやって喧嘩もするけどなんか楽しくやってんだなっていうのが見れてれば問題ないんですけど、そうやってだからどっちかが我慢したりとかお母さんが辛そうだったりしてると、あ、結婚ってあんまいいもんじゃないのかなって無意識に刷り込まれてる可能性がありますので、うんうん、そこをまずは見てあげるっていうのがすごく大事になります。うん、私自身も体験、そうですね、経験があって、うんうん、両親離婚してるんやけどさ、うんうんうん、両親離婚してるから私もどうせ離婚するって思って、確かに確かに、結婚願望ないって言ってたんですよね。でむしろ離婚するリスクをなんかね保証しようとしたよね。そう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 でなんかそのビジネスを作るっていう時に離婚保険っていうものを作って、うん、どうせ離婚するんやったら離婚する時に、まあ、お金に困らないような離婚の仕方をしましょうっていうことで離婚に対する保険を作ろうとしたんですよ。うん、で海外でも実際にはあったみたいなんやけど、よしおと出会って、うん、自分自身がこうなんか漠然とした不安、結婚とか恋愛とかパートナーシップに対してどうせ終わりが来るって思ってた原因っていうのはその親を見てたからなんやっていうのをよしおに出会って教えてもらって、はいはいはい、でその親と親のパートナーシップと愛花のパートナーシップは全然関係ないよって言ってもらった時に、うんうん、あ、そうかって
なんで同じになるって逆に思ってたんやろって思って、そうやってネガティブな方を信じることができたんやったらポジティブな方だって信じられるよなって、なんでこっちだけを信じようと思ったんやろって思って、ね、そっからあのなんやろ、どうせ別れるとかどうせ離婚するとかっていう価値観みたいなのがスーってこう薄れて消えていって、で今ではその離婚保険を作ろうとしてた自分がちょっとこう笑えてくるみたいな笑えてくる、まああれよね、本当にあの別れる前提でもこう人生設計したもんね。そう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 、そう、じゃなくて別れない前提もあるはずなのに別れる前提を信じてしまってた。そうそうそう、うん、だからみんなの中でその常識であったり自分がこう前提としてるものっていうのは自分が選んだものじゃない可能性は本当に高い。いや本当そうです。思う。そうっす。もう全部自分の常識とか価値観とか今ある環境とかを全部自分が選んだと思うことは絶対やめてほしい。もう疑ってみる。いや私が全部選んでなくて成り行きでこうなったのかもっていうふうに疑う目っていうのを持つとすごく世界が広がるので、ぜひぜひやってみてください。はい。OK かな。かな、うん、でまあ最後に結論として、うん、でもう一回ここまとめていただいていいですか、うん、この1と2、うん、結婚に踏み出せない理由として、はい、じゃあ最後に、はい、この動画の結論として、まあ、結婚に対して漠然と、まあ、不安、なんかどうせ別れるんじゃないかとかって思ってしまう原因は親にあると、うん、で親に直接的に何かを言われたとかじゃなくって、うん、親のそのパートナーシップとかを見て間接的に自分がそれをインストールしてしまっている、感じてしまったんだよね、うん、そういう風に感じてしまったら正しいね、うんうんうん、インストールする、合ってます、違う、合ってる合ってる、全然合ってる、もう 100% 120% いや 2000% 合ってる、逆になんか違う感じするやんで、そうやってこうそうなると感じてしまってるだけであって、みんながそうやってこう思い込んでしまってるけど親みたいになるんじゃないかと思い込んでしまってるかもしれへんけど、それはもう全くそうなりませんよと、親とあなたは全く関係ありません、はい、これを意識してあのなんだろう、あ、ん？なんかちょっとこうモヤモヤってしてる方は、あ、もしかしたら自分の親を見てそう感じてしまってるかもしれへんなって一回ちょっと自分の心に胸に手を当てるっていう、胸に手を当てる、うん、胸に手を当てて聞いていただきたいなと思います、はい、はい、ぐだぐだやいやろたまには、そっか、はい、はい、ということでこの動画が面白かった、勉強になった、参考になったよという方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた他の動画でお会いしましょう。バイバーイ。